はい、皆さんこんにちは。JR 福知山駅に来ています。これはこの福知山駅から京都駅まで移動していこうと思うんですけれども、普通だったらこの福知山駅から京都駅まで、特急橋立て城崎を使えば大体約1時間半30分ぐらいあれば行けるんですけれども、今回普通列車で行こうと思います。で、今回乗っていくのが1日、朝夕の時間1本ずつ2本しかない福知山始発の京都行きっていう列車に乗ろうと思います。この福知山駅から京都駅まで普通列車で移動しようと思ったら、途中その別駅で乗り換えが必要になるんですけども、この列車福知山から京都まで1本で行ける列車ということでね、今回はこれに乗って京都駅へ向かっていこうと思います。はい、そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、ここは JR 福知山駅山陰本線の駅なんですけども、京都丹後鉄道にも乗り換えることができます。で、ここ電光掲示板に今ちょうど表示が出るんですけども、16時43分発の特急橋立6号京都行き、これ乗ればね京都まですぐ行けるんですけどね、今回普通列車、ここから福知山線も出てるんで、京都方面大阪方面の別れ道というか、分岐点でもねあります。 JR の福知山駅はすごいこの立派な高架駅になってて、1番乗り場から6番乗り場まであって、右奥側の京都丹後鉄道の福知山駅のホームがあります。あと、ここにモバイルイコがモバイコっていうこういう案内があるんですけど、こう福知山駅って交通系 IC カード対応してるんですよね。だからスイカとかイコカとか使うことができます。そう、福知山駅に今223ケースねやってきました。福知山止まりしたんですけど、これ右側、そう、あれ113系なんですよ。これなかなか面白くて、JR の丹鉄に乗り入れてる列車って、あっちの丹鉄の福知山駅のホームの方に列車が発着するんですよね。なかなか面白い。宮津とかな、そっちの方行く列車です。いや、すごいですよね。ほんまに京都エリアで活躍してる抹茶色の国鉄車両の、113系とかも引退してるんですけど、まだここでは走ってるんですよね。2両編成なんですけど、いや、かっこいいですね。あの列車折り返す宮津行きですね。あれ、いや、ほんまに違和感しかないですよね。あと JR の車両なんですけど、丹鉄の方の、ね、福知山駅のホームに到着するっていうのがなかなか面白いです。ちょうど特急橋立て、京都駅が入線してきました。特急橋立てといえばあれですよね。途中の綾部駅で東舞鶴方面からやってくる特急舞鶴と橋立てが連結して、走るというのはよく見る光景なんですけど、天の橋立て方面からやってきた列車です。超特急コウノトリ新大阪行きがやってきました。短い4両編成です。289系で、右側に止まっているのは特急木の先です。秋してあれ289系なんですけどね、6%3系のサンダーバードにしか見えないですけどね。もともと高直両用車両やったんですけれども、直流専用に改造したということで、スペック的には落ちたっていう感じの車両です。特急の接続この駅で行われるんですよね。特急橋立てとコウノトリ、大阪方面と京都方面ね、これ乗り換えることができます。特急橋立てが先に出発していきました。はい、じゃあ16時52分発福知山始発の普通京都行きの列車がやってきました。車両は223系です。2両編成、結構混んでるんですけどね。はい、それでは早速乗っていきたいと思います。
福知山を出るとすぐにこれ福知山線と分かれていきます。じゃあ福知山を出発したんですけれども、まあ、車内まあまあ乗ってるんですけど、終点の京都まで、まあ、当初で乗る乗客ほとんどいないと思います。普通はまあ特急橋立とか舞鶴とかで使うと思うんで、京都まで結構距離あるんで、ね、普通は特急列車を使うんですけれども、今回は普通列車ということで、もちろん綾部駅とかで結構ね降りると思うんですけどね。ここまずっと今日終点は京都まで、ね、山陽本線で、ね、走行していきます。はい、それじゃあ列車ね、綾部に到着しました。この駅で結構ね、乗客の入れ替わりが激しいですね。ほとんど降りていきます。この駅で舞鶴線方面で、ね、乗り換えることができます。舞鶴線と分かれていきます。はい、じゃあ列車綾部を出発したんですけれども、福知山から京都まで距離が大体約88キロあるんですね。100キロはないんですけどね、そこそこ長いんで特急列車の需要もあります。京都から福知山間を、まあ、特急走って前に城崎で、ね、使うって方も結構いるみたいです。特急列車は、ね、車内も快適なんですけど、今持ってる車両も、ね、223系なので転換クロスシートなので、すごい、ね、快適な車両です。全然不満もないですね。あれから先どんどん、ね、山の中に入ってきます。日も暮れてきましたね。外が暗くなってきました。ちょっと雨降ってきましたね。山陰本線は、ね、日本一長い在来線の路線で、京都から、ね、波多部までずっと続いている路線なんですけども、前に乗り調したことあるんですけどね、京都から城崎温泉で、伯耆大山から西出雲までが、まあ、電化されている区間、それ以外はね全部非電化ということでね、その区間も電化されているからね、電車とか機動車も京都丹後鉄道の丹後の海っていうね特急の車両 KTR8000系やったと思うんですけど、あるんですけどね、あとトワイライトエクスプレス、水風とかね、ここ通るんですよ。この区間の電車以外にも機動車もね通ります。
風景がね続くと思います。降りる乗客はいいんですけど乗る乗客がいない。下山に到着です。確かにほとんど電話してなかったけどな。まあ時計代わりに使っとったようなもんやけど。その上を、ね、出発しました。その上駅で前4両連結して6両編成でここから先に運行になります。6両で終点の京都まで、ね、目指していきます。ご乗車ありがとうございました。まもなく亀岡です。お出口は右側です。この電車は普通京都行きです。京都まで各駅に停まります。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。亀岡です。亀岡に着きました。山奥にある駅なんですけど、一応京都市なんですよね。この時間帯で、ね、誰も乗ってこないし、で降りる乗客もいないと思うんですけどね、どんな感じなのか。橋の上にある駅なんですよね。誰もいないっぽいですね。列車2条を出発しているところです。京都の市街地に入ると一気に、ね、明るくなってきます。京都鉄道博物館の最寄り駅の梅小路、京都西を出発、次が終点の京都です。この駅はね、ちゃんとホームドアがついてるんですよね。まだ開業して新しい駅なんで。
はい、じゃあ19時4分終点京都に到着です。まあ、2時間ちょっとかかりましたね。はい、じゃあ今回は福知山始発の、この京都行きの列車に乗ってきました。まあ、乗り換えなしで行けるっていうのが、まあ、この列車のメリットかなと思いました。途中その部駅で、まあ、増結もあってね、まあ、編成数が増えて、6両で京都まで、ね、やってきてる。特急列車使えば大体1時間半ぐらいなんで、まあ、大体約40分の差ですね。あ、今ちょうど特急機能先京都行きが入線してきたんですけどもね。まあ、特急列車使うと特急料金がどうしてもかかってしまうんで、そういうのを、まあ、抑えたいという方はね、まあ、高列車乗るのをおすすめかなと思いました。はい、それでは今回は、福知山始発京都行きの普通列車に乗ってきたという動画でした。ありがとうございました。